村とやっぱり2人でホームラン争い、まあ、ホームランキングを取ったんで、そろそろ自分も追いかけていかなきゃなと先日は言ってました。ワンアウトランナー二塁三塁、内野陣ですが面白い守備体系してますね、ショートだけ下がってます、ね、はい、セカンドは一塁と二塁の結んだ線上ぐらいです。メヒアの考慮したシフト、そうですね、あまり見ないですねこのシフトは、はい、これはどういう意味合いになってますか。やっぱり 確率が高いってことなんでしょうね、あそこへ行く強い打球が、はい、レフトへ高く上がった、まだ落ちてこない、しかも落ちるところはもちろんこのスタンドイン、すごい超特大のホームランでした。第11号メヒア、今日は1回の裏先制点だけでなくて一気にメヒアのスリーランで大量点という1回の裏、昨日とは逆の展開、ライオンズがまずは大量点という1回の裏、メヒアが今ホームイン4対0。屋根に当たりそうな雰囲気のあるぐらいの高さにまで上がりました。すごいですね、これだけ上がってあそこまで行くんですからね。ですね、もう一気に開きました。今日はスタンド女性も多いですが、こんな怪力のすごいですね、見たら惚れ惚れするかなというぐらいですが、もう一度ご覧いただきます。まあ緩いボールが甘く入るとというところですが、あっという間に残っていた、まあ、2人のランナーをまた返してスリーランホームラン。今年のライオンズの野球ですねこれ、4対0となってバッターは森友哉を迎えます。